テラップに HK、 え、それな AKB、 SKE、 ヘビーローテーションじゃなかった。そのヘビーローテーションのところには AKB かける、 SKE かける、 NFB かける、 HKT かとか書いてあったけど、メロンジュース書いてなかったもんね。ちゃんとスマホで撮りながら見て、スマホが傾いてました。誰もね、出れますように、いつか出たいですね。迫る語る詩人が痛くて、さん玉がありがとうございます。みんなツイッターでザワザワしてたね。ね、センターの2人が可愛いとか、イブちゃんとくるみさんが。ちょっとね、彼はねリハーサルの時に見てたんですよ。休んだ時にちょうどいて、彼はそのメロン。さよまる方一人内宅生さん、音波ありがとうございます。白熊さん、ハートありがとう。お花見ねしてない、したかったけど、でもそんなまだ散ってはない、めっちゃ散ってるわけではないよね。けどする予定は全くないからできないな。お花見って全然あんまりしたことない。一昨日のライブメールにはね全部書いたつもりなんだけど、もうなんかいろいろありすぎてね、楽しかったです。まあとりあえず。そうですね、ちょっと頭がめっちゃ、ちょっと立ち位置とかで、頭が、あ、次は6、次は3、次は 8.25、 次 8.5 とかずっと考えて、メモ帳に、メモ帳ずっと見てました。なぐちゃん、そこの終盤ガレレ泣いてたけど、マジでまぶちゃんだったよ。え、見られてたんですか、やだな。ガチ泣きしてたから、そう、12秒の前のスピーチでもちょっと泣いてて、あのなこみくさんのあの歌の時の裏でも泣いてて、12秒エグ泣いてました。歌えなかった、泣いてて。リハーサルはねめっちゃ踊ってたけど、あ、吸血鬼です。そう、吸血鬼どうでしたか、めっちゃ楽しかったんです。ティーチさん、ピカピカありがとうございます。吸血鬼ね、本当にねめっちゃ大好きなの、もうずっと体が動く。最初さ、普通だったらなんか最初寝転がってるフリあるじゃん、ドゥ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 、誰かは私を狙ってのとこで起き上がるふりあるやん、そこなくなったんだけど、まあ彼そこが好きっていうか、最初ねあの寝転がってるふりやったんだよね。そりゃなんかリハなんかまだ博多吸血鬼の合わせをしてなくて、ただ覚えている途中の時に、まあそりゃそこもすると思ってるから寝転がって起き上がるよりも練習してたんだけど、
最初できなくて、ちょっと結構練習したら起き上がれたので、あーめっちゃできたみたいな、でこれするの楽しみだなって思ったらしたらしなかったっていう。でもここ歯があそこの振り苦手で全然できてなくて、起き上がる振りがこっからなんかゾーンって起き上がる振りなんですけど、それここ歯できてなかったから、まあよかったのかな。これ忙しいよね。コンサートだと何番まで、13までありましたね、立ち位置。でも一番端っこに行くことはなかった。一番外で 9.3 だった。彼は 9.3 まで行きました。あでも2階だったら彼10まで行った。おしゃべりジュースボックスと12秒の1が10でした。で裏ちゃんが11とか。おしゃべりジュークボックスがめっちゃ彼に好き。踊ってた。理由を聞かないでほしいのですが、彼の握手会取るお金が増えると思った瞬間にお金が溶けた。ねえどういうこと？それ理由が気になりすぎるんだけど。ガッチョさん。何何？溶けた溶けた。増えるもえって感じなんだけど、溶けたって何ですか？葵さん卒業コンサートね、決まっちゃった。卒業コンサートできるの嬉しいけど、7月17だっけ、覚えて、悲しい。葵さんこの間ペテダイも、あ、ペね、どっちかな、ペをペペペ。ほらメイクノイズも感動だよ。あんなに1年前は揃ってもなくて、最終日でも振り間違えてて、覚えてはいた、ギリギリで覚えてた感じなんだ。感じだったけど、今回はもう合わせの時からね、もうみんなほとんど踊れてて、もう一日で踊れるようになってて、それに片手のなんかオーディションの時は、合宿審査の時は片手マイク持って、どういう顔みたいな片手の振りだったんですけど、両手のヘッドセットだから両手の振りだから、なんか振りもちょっと違ったんですよ。いいの誰かの本当の待ってたのを言えてもらえなかった。ここも難しいしね、言えてもらえなかったみたいな。けどみんなすごい演出家の人からはね、なんかめっちゃ褒められて、さつしさんお疲れありがとうございます。ビーバーさん、お疲れありがとうございます。そう、寝転がるところはブルーベリー、そこではないけど、なんかそことの筋力の使い方は違うけど、なんかブルーベリーパイの方が難しかった、逆に。まあ、ブルーベリーパイはちっちゃい子が前だったんですけど、ゆいな可愛かった。
クノイズからずっと泣いてた。うん、ミクノイズね。なんかなこさんとなこさんの後ろで踊ってて嬉しかった。裏センターだったので、ちょっと移動がね、彼の今回の曲は激しかったんですけど、ファンミーティングとかサビ前もう大ダッシュで感謝かけきさんはさせない。いいいいいいです。楽しかった、サビの振りが楽しい。確かに、うん、もうなんかツツッでもあれがしたかった、なんか二回し目のこうこれしながら回るところフランさんハートありがとうございます。たくさんハートありがとうございます。カードの人さん、レンボスターありがとうございます。セイゴさんって怖い。セイゴさんでもそんなそこまでか、キャリアちゃんとしてたら怒られないし。だけどダースの振りが難しい。フンちゃんはちっちゃい子だから違う、なんかちっちゃい子や、ちっちゃい子じゃないけどセリフ言いました。彼はゆいなとみゆとカレンとリサキが言いました。もう止めてよーブルーベリーパイメイクナイツと UFO と UFO してみたいんだよね。めっちゃ楽しそうやった楽しかったじゃないや、なんだっけ音、UFO もっと刺激的なみたいな。なんだっけ、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 サイクリも難しいけどこの前のコンサートでできたのでもう結構いい感じで、次カレン的に難しい石もできたから今回ラッサビだけだけど、それね石は前レッスンがあったんですよ6期けど、カレンだけ、カレンとココハだけリットチャームかなんかで参加できてなくて石のレッスンで、ちょっとレッスン受けてないと難しかったんですけどできました。一人きり生きていけるだけでの問題じゃない、人生やっと良くなれる、何が正しいなのか僕なんかやりたくない、自分は自分でいい、ずっとこうやってたくはない、何が正しい、死にいつもいつも助けてない、助けじゃ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 ない、助けじ上に上がるとほとんどモニターには映らなかったけど、お客さんはね 2,3 階のお客さん見やすくてね、よかったよ。はい、これ2番を久々に聞いて2番の振り込みが楽しすぎた。
最高回顧録ね、よかった。リナさん、アイスクリームありがとうございます。今回お飛行機、お飛行機お隣大だった。一期はいおりさんとくるみさんで、一期はもう最初からずっと寝てたんですけど、帰りは藤子こと渋みで、ほとんど起きてました。そうなんです、ほとんど起きてました。だからドリンクも飲めて久しぶりに、なんだっけ、そうビデオも見えて、カレンは今回はクレヨンしんちゃん、トムとジェリー、ドラえもんが面白かった。それ系見ました。トムジェリーも、楽しかった。一回したら忘れそうな踊り、どれどれ、ハワチューはハワイ中、今回は間違ったね。葵さんしかいなかった。ハワイ中。でも覚えてるよ。だって、ヒロネとかさあちゃんにちょっと教えたりしてた。あふれよ、のれてる。石原龍也さん、確かにね、すごいよね。会場行きたかった、いつかコンサート来て。ハワチューめっちゃ探したごめんね。配信でカレンちゃん見つかった、嬉しいね。配信で映りたかったもんと、映れるように頑張ります。クミさんも寝てそう、カレン多分一番早かったから分かんない。でもうついてギリギリに起きてでなんかスマホがずっとなぜか圏外になっちゃってて、あーって思って、ついてもついてもお荷物受け取りのところに行っても、まだ圏外ってなってました。キソバさん、ハートありがとうございます。見たかった、吸血鬼ブルーベリーパイ、ブルーベリーパイみんな好きだねでもさ、ブルーベリーパイをさ16人15人でするではさ、みんな思ってなかなさそう。ブルーベリーパイ来るとは思わなかったでしょ、みんなミリオさんが可愛かったな、まあ、なんか前の動画見た。ハートの向こうから何かこんがり焼けてきちゃう、キスもわかんないけど歌いじゃない、ちょっと甘くていい匂いが鼻をくすぐる、ママに教わったのよ、これでやってね、甘いお酢はたのよ、それが恋のレシピで尽きる切なさを召し上がれ、私は
さこちゃんとはお友達っていうぐらいだから、そこまでは慣れてないし、当日はなこさんやっぱり忙しくて楽屋にもいなくて全然喋れなかったんですけど、逆にみくちゃんさんとね結構喋りました、話せました、嬉しい。なんかメールで、モバイルメール、HKT メールでみくちゃんさんがなんかアルフォートの水色が好きっていうのをあげて載せてたんですよ。だからそれを見てコンビニ行ったらちょうどあって、いつも普通にないじゃん、普通に水色って見たことなかったんだけど、なんかコンビニあって奇跡的にね。横浜ってすごいね。買ってみくちゃんさんにあげて、隣おいで座りなって言ってくれて、ご飯いつ行くって言って、あー結構空いてるよみたいな、なんかスケジュールまで見せてくれて、家にも来てよとか、嬉しかった。でなんかその様子をみんな見てたらしい。渋井ちゃんとかは撮ってくれてました、後ろから。ココペも撮ってくれてたか、嬉しい。なこさんはちょっとだけ写真撮るときに話してくれ、泣いてたねって言われました。泣くよそりゃ。ハリケンさんハートありがとうございます。スマホは今年ようで関東では県外だったのかも、確かに。なことない。でも今日電波悪くても電波良くなるかも明日から。今回こそで一番見どころ、あ一番になった、なんか3つのうちに入るって言ってたけど一番になった。次がなこさんと指原さんのでいいんですか。ジャイさんのオーラはすごかった、もうみんなすごかったです、もうみんな可愛いって感じ。顔ちっちゃくて、今日みくちゃん体調崩しね、本当に心配、見たかったけどみくちゃんさん CGTV で、リハーサルもね多分いなかった、レッスン上でのリハーサルもねいなかったんです。ショットたくさん貼ってありがとう。先輩 OG ってなんですか。ビーバーさんピッピカありがとうございます。最後なこちゃんと並んでる時違う、あえ12秒かな、泣かないねーって言う。白くまさん卵ありがとうございます。見たからみんなの生誕スペシャルゲスト、それがねー本当にね、なんかマネージャーさんに言ったんですよ、言ったのね。そしたら7、8ぶっ続けて出てるから次の日休ませようと思ったらちょうど渋みの生誕祭だったらしい、怒りました、ごめんって言われました。ね、出たかった。
姉さんは前日メールで顔がむくんでかな来てた来ましたね。でも全然むくんでなかった。たくさんマッサージしたのかな。姉さんかわいい。次の公演の応募からいつもの席卒業できそうだけど、それがいつになるのか、いつになるのか、ちょっと待ってくくりで出てきて、それだけのためにいいねいいね。ちょっと司会はちょっと難しいかな、ちょっと苦手かも。HKT の最初の推しがなこちゃんなのでなんかわかるけど、なこちゃんめっちゃぷよぷよ可愛がってる。ほんと嬉しい、やったー、ありがとう。ほんとに信じられないぐらい嬉しい。高2？春から高2です。春？うん？もう昨日から高2。まだ始業式はまだなんだけど、高2の始業式は。カレンちゃんは卒業コンサート翌日は体調とか大丈夫やった？あ、体調大丈夫でした。なんか幕張の時は崩しちゃったけど、ちょっとね全然。でもなんか幕張の時より今までで一番踊った気がはする。今回のコンサートは昼夜違うセットリで、もう頭コングラチュレーションだし、最高回を1曲踊っただけでもう本当にきつすぎて、あの足が上がらなくなるし踊りすぎて。でも楽しかった。でも一番早く終わった、2時間ぐらいがあっという間すぎた。え、もう終わる、え、もうあと2曲で彼のいない、え、確かに、うん、出たかったよりさらに。昨日この1年の公演会えたの調べたけど、恋愛禁止条例初日以外はぷよぷよ出てる公演。お、すごい、それは嬉しい。12日公演当たってたけど仕事で行けなくなった。あー、そうなの、全然しばらく終わり、え、悲しい。でも昼夜来てくれるよね、ありがとう。ここに上がりもうちは持ってきて、そう、どこら辺にいましたかって言った、見つけきらんやったけどね、吸血鬼めっちゃ褒めてくれた、あかなさんが嬉しかった。でも出し切る曲、そうだよね、ほんとにフル、ワンハーフでもめっちゃきついのに、フルでその後の曲も何曲かあってみたいな。もう一回 I want to I am 君って君ってがもうほんとにでかいって最高かよ、ほんとにきつかったですね。
とか徐々にコンサートに慣れてきてるのかな。体調大丈夫、いつでもアンダー入れるね。アンダー？います、います。なんかのパチドラカレンボード作ったから、お！見つける絶対。ありがとう、カレンボード。やったやってくれた。あ、あややちゃん。いつの公演だっけ？あやちゃん来てくれた。めっちゃ嬉しかった。でかくにゃんの卒業公演。え、そうだよね、ゆうかさんね。湧いたね。カレンボード。だけ吸血鬼はくるみさんポジやりました。やらせていただきました。嬉しい。嬉しいですね。かいちゃん卒業したら庭師かれんちゃんですって、おい、もうさんに話したらニヤニヤしてるぞって言われた。してたんだ。最高だね。庭師ね、ずっとね。ずっとカレン中心の生活になってたからしばらくは本当に無理。カレンも無理、ね、そうだけど体調崩さないようにね。パジャドラヒルはカレン連のうちわ2枚だから大丈夫だな。公式のうちわとってこと？公式のうちわ2枚ってこと？あのいつも持って紫のカレンのレモンのうちわとってことかな。コンサートやっぱこれあったら、うん、コンサートも公演もコールはテンション上がりまくってますね。とかハイバーの何け目撃者とか始まる前のコールも大好きで、ここが大変なんだ関係がね。君はもっとできるのコールもね、彼に歌っちゃうぐらい大好き。じゃあじゃあみたいな。この前のパチドラ、あおちゃんとハートしてくれてありがとう。あ、そうです、あいさん、ハートしましょうみたいな。でも今回はミクリの体調不良の時に出られるチャンスが元気なら巡ってくるかも。まあ巡ってますように。体調不良とかあれなのかな、どうなんだろう。最近友達がカレン連気になるって言い出したから同じ会館までフォローし続けます。お主会買ってって言ってくれるってことかな。嬉しい、買って。個人的にカレンとリチャキは6期生の温かいメンバーだったよ。いや、リチャキはそうだけど、カレンは違うと思うな。うん、絶対違う。いつかねね散歩しやりたいですね。誰か私を選んでいるの。ツン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 。UFO もね、激しいよね、絶対。でも楽しいよね。したいな、いつか。ハイちゃん卒業までにリトジャム公演。したい。したい。できますように、でもね、本当に。
自識が絞るんだからね、ギャルポーズがうまいって言ってるよ。まあまあ、リチキと写真撮るときはどっちもギャルポーズしかしないってくらいギャルポーズします。ギャン、めっちゃギャルポーズする。まあ、リチャキはね、あんまりギャルは似合わないんですけど、可愛い系だから。パンちゃんは可愛いし、美人やし、パオ…嬉しい、最高やけど、キャラがいい子で、いい子いい子は嬉しいけど、多分彼はめちゃくちゃ猫かぶってます。なんか誰かメンバーのショール見たらちょっと素が出てる様子が伝わると思います。ずっとハンちゃん、ハンちゃんのショールに声だけ出てたりしてた。こんにちはとか言ったり、吸月鬼とブルーベリーパイの話したくて今の応募でおしゃべり会追加申し込み。あ、本当嬉しい。290倍取った。パンちゃん最強になれん、頑張ります。個性ね、個性ってなんだろうね、難しい。私の先輩が5月なんか俺とレンバーするために券取ったよ。俺が行け、5月なの、行けないかも。券取ってくれたの先輩も、嬉しい。来てほしいな、5月だな。猫かぶってるの、コテという意味でいろんな魅力ね、なんかね出せないんだよね。頑張って出します。あ、そうだ、カレーパンってコメントしてるのあれだ。そうだよ、だってハンちゃんのこれはカレーパンやん。ココッペココッペコッペハンやん。もうコッペパンでよくないって思うよね。だからコッペパンやったらハンナとカレンでカレーパン、カレッペ、ここカレーはあれか、うん、カレッペと難しいね。誰の291倍、レアちゃんの291倍。ラキシーで一番おしゃべりなのは誰？え、割と誰だろう、誰だろう。カレンかも、カレンが騒いでるかも。ずっとわかんない。この間オンライン上に撮ってるのいけなかった。え、それは泣く、カレンも泣いちゃう。ずっとうーんってなっちゃうよ。おで、バチンのバチドラ中へ行く。え、嬉しい。じゃあまた後でねって言えるね、嬉しい。コンサートで久しぶりに会った友達にエラちゃんの券買ってって言われたけど付き合うってこともいい。じゃあまた291枚買うなら、1枚買ったら291枚。ここカレーここ1位、いいやんね、いいやん、ココイチ美味しそう。
プリルフール嘘ついた。なんかね、無意識に嘘ついてて、普通に7年とかにも、あの午後になってもたくさん嘘つきました。リアちゃんレイマンやぞ、ぽよぽよもレイマンになってしまう。あ、確かにね。じゃあ291枚は絶対買うとして、リアちゃん1枚買ったらプラス291枚とかにしようか。これ以外のロキセプチらないように。タイトルタイトルやばい。最高上司と喧嘩してでもその日だけは、その日だけは。じゃあ趣味の話とか。え、趣味漫画ですよ。漫画、漫画ずっと言ってるけど漫画です。漫画ずっと読んでる。今日もなんか新しい漫画アプリ入れた。広告でさ、面白そうな漫画出てきて。6期生は4人から増えないように頑張ってる。いや、多すぎ多すぎ、増えすぎ増えすぎ。ダメだよコンジンさん。スラムダ、あー、スラムダンク見に行くの忘れてた。行く、絶対行く。けど春休み中には行けんかも。普通の休日になっちゃうかも、春休みは。渋みと行くつもりだけど、渋みといつ行けるのかにゃって感じなんですね。なんか飛んじゃった。好きな漫画の話を熱くしてくれると読みたくなるし、話したくなるよそっか。でもさ、アスラムダンクとか、もう何種類も読みすぎて、ちょっと漫画の題名ちょっと忘れたな。でもすぐあの漫画の1ページ読んだら次、あの前のストーリーが読み上がってくるから。うらちゃんおすすめされた時291倍じゃないと思って、代わりにゆらちゃん喧嘩しそうな友達紹介した。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ぽよぽよ上がっ気何処理できる。カスタネットトランポリン、違う、カスタネットこの叩くやつ、カスタネットとこの太鼓を叩くやつ、ギター、リコーダー、ピアノ猫踏んじゃった木琴、まあ軽く10種類はできるんじゃない叩くだけの太鼓何種類か。もうたくさんさ、あのあれしていいね、曲歌っていいね。スラムダンクの話したいから見に行ってくれたら、しゃべり、え、見に行くから追加して、絶対見に行く、絶対見に行きますので、よろしくお願いします。トランポリンって言っちゃった。5月7日ピンのネット彼しかないの。さすがやね、さすがやね。これはこんなきゅうくんのギター、今はちょっと多分あんまりわかんないかもしれないけど、前は弾けてました。この立ち書きに入ろう、彼も入ろう。千本桜になるにまにね。ギターは E マイナーとか C とか D とか G とか分かるけど、もう指がやばくなりました。硬かったのに、ここもうやわやわ今だから、多分めっちゃ痛い。硬かったのに彼は。
最悪。計画は自主ギアのレイ姫の同期かっこいいカレンですね。レイ姫の2番戦時じゃん。やだな。5月は両方ともカレンの話から、あー5月6だな、嬉しい、ありがとうございます、楽しみだな。もうあと1ヶ月後って早くない？早い早い。翔太かわいい、ありがとう。291とは、彼の名前が福井からなんですよね。ふは2、福井のくは9、福井のいは1ということで291倍です。付き合うときは一番成長した自分を見せるね。一切成長、え、お誕生日おめでとう。今日はこれで失礼し、え、なんでですか、夜勤、夜勤、今日10時から夜勤とか。翔太かわいい、ありがとう。基盤戦時って言葉知ってる、なんかこういう時に使うかな、悪の時かな、正確な意味はちょっとわかんないんですけど、ちょっとニュアンスは知ってるかな、使ってみた、頭いい女風。ジュニオールの背番号に何人いるチームなんでしょうか。ゴールデンキは仕事なのかも、かも、なのかも、かもなので、頑張りに行くね。ゴールデンウィークが5月もしかしてこの前も聞いた気がするな。ゴールデンウィークが5月か、だから横浜に来てくれるってこと、おしゃべり会の。かなかな、今まで吸血鬼はねねちゃんばかり見てたけど、今までで一番ねねちゃん見れなかった。青、いいねいいね、嬉しいですよ。ドリキが30種類福井からですね。あ、30種類以上いきますね、余裕で。え、数何曲いけるんだろうね、多分100は超えてるとは思うんだけど、聴ける楽曲100以上、福井カレンです。これ挑んどきの時に聴くアーティストって変わる？カレンさん、挑んどきさん、Twitter見てるか、なんか覚えなきゃいけない曲見たりとかしかしないから、あんまりね曲を聴かないと。逆にみんなのおすすめを知りたいな。全体3をしてロッキーの荷物の最多の応募があったので、あ、これからいける日は普通に覚えできる。渋みの生態行くの？ブルちゃんの件で友達紹介したのはぷよぷよ、喧嘩をために他の代わりの人を教えたの。ブルちゃんの件で友達紹介したのはぷよぷよ券買うために代わりの人、あ、そういうことね、代わりに買ってくれる人みたいな。来週長崎駅のカレンちゃんと通称取り行くから自撮りも、かわいい、嬉しい、ありがとう。
がとう。今日もね、言ってくれた人がいてね、自撮り棒で、ね、撮ってくれて、あーすごい嬉しいって思った。自撮り棒懐かしいなと思いました。しゅみともかさん、もかさん知ってる。もかさんと島野さんとか見に行ったんでしょ、パチドラ25。楽器かぶりになるのか、レアちゃん、それは確かにマジだね。インターン勝ち的ないところが、そう。まあまあそういう、あ、そういう系にするつもりはないけど、まあ天使の科学までいきます。可愛くないですか。これは卒業式の時にまだ撮ってるの、えぐくない。これ去年の卒業式の時に、 花とかなんかここにつけるじゃないですか、そこのやつをまだ撮ってる。ここつける証拠みたいな、これこのピンでみたいな。可愛くない、これマジか。週末パズドラ3連チャン、そう3回連続、うれしい。前はパネルメンバー本人がサインしてたけど、カレンちゃんサイン、そりゃそうでしょ、メンバー本人でしょ。カレンが来ました。もっとさ、なんかいろいろ書けばよかったなと思った。来てくれてありがとうしか書けなかったから、ぜひ行ってください。しかしハヤタンにとってぽよぽよ1万センチです。ほんと？ずっとそれで行ってください。一番好きなアーティストはサードさん、ちょっとメモしていいですか。聞いてみる。サード調べてみます。釣れました。え、待って、もうすぐ終わる、もしかして。早く1時間経って、今長崎駅でパネルと写真撮ってたら若い駅員さんに声かけられた。珍しかったのかな、どうなんだ、なんでだろうね。なんで声かけられたの。負けないって、もう少しかな、最後まで走り抜ける、どんなに離れてても。ストマヨさん、ストマヨ、ヒッピーさん、ハッピーって勘違いしちゃいそう。ヒッピーさん、ありがとう。メガネの最高娘、ありがとうございます。カモメガトン、どんなはずっと歌ってました。親御さんがぶつっと、それだ、ちょっとメール見て、もうすぐ本当にって思ったね。楽しみですね、どのポジションなんだろう。ってことでランキング見ます。13位ただの魚さん、ありがとうございます。ジニーゲマーさん、ありがとうございます。チーチーマナフィさん、ありがとうございます。チーショータ、ありがとう。15位になってた。キーあたりさん、ありがとうございます。8位ティーチさん、ありがとう。7位茨八六さん、ありがとうございます。6位ワコジェンさん、ありがとう。
5位は白熊さん、ありがとうございます。4位ははるきゃんさん、ありがとうございます。3位は千丸二人主人内徳地さん、ありがとうございます。2位はハヤッタ、ありがとう。1位はリゾさん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとう。みんな教えてくれて聞いてみます。今日レアちゃん2枚申し込んだね。プーパー10枚通過した。いや582枚しなきゃいけないけど、ちゃんとしてください。おはようございます、人になりたくてさんぱ、ありがとう。金曜日会えるの楽しみにしてる。カレーも待ってるね。みんな少し金銭面の余裕できたのでお話しかやつがおたくさん来てください。こしんさん待ってます、みんな。ということで今日も来てくれてありがとうございました。たくさんコンサートの話もできて嬉しかったです。曲聴いてみるね。ありがとう、バイバイ、おやすみみん。ゼミゼミ、セミの絵文字がなかったので8に来ました。おやすみんなのゴルフ。切れるまで配信、そうです、時間切れまで配信。